第9巻は身体表現性障害を学びます。ご指導いただいたのは島根大学堀口淳先生です。身体表現性障害に悩む患者さんの多くは内科や外科など精神科以外の診療科を受診します。医師が治療の目標や方法などを患者さんと十分話し合いながら治療を進めないと、患者さんはしばしばドクターショッピングをしてしまうという疾患です。最初に取り上げるのは身体化障害の症例です。患者さんは74歳の女性、69歳頃から歯痛があり、歯科の治療を受けても痛みは改善しませんでした。その他にも様々な不定愁訴があり、近所の内科や精神科病院でうつ病と診断され、以降通院しながらうつ病の治療をしていました。不定愁訴は多いものの、家事や日常の生活に大きな問題はなく暮らしていたようです。しかし72歳頃から全身倦怠感や胸部不快感、頭重感、歯痛のため床につくことが多くなったといいます。他の病院で別の抗うつ薬に変えたところ、症状は少し良くなりました。しかしその後徐々に症状は悪くなり、73歳頃には本人がどうしていいかわからないと思い悩むほどの不安感や焦燥感に苛まれ、家事もままならなくなってしまいました。そのため長女が同居して世話をするようになりましたが、頭痛、歯痛、腹痛、背中の痛み、全身の倦怠感、吐き気、不眠、頻尿、便秘、下痢、脱力などさまざまな症状が現れ悪化したため、大学病院の精神科外来を受診され、即日入院が決定しました。このような症状を訴えてこられる患者さんは多いんでしょうね。多いんですね。こういった患者さんはいきなり精神科を訪れることはまずありません。だいたい内科だとか産婦人科だとか、そういった科を受診することが多くて、むしろそういう科にたくさん受診されていると思います。ここにスライドを使ってまたご説明しようと思うんですが、身体化の発現ないし促進因子ということで、私なりに5つまとめてみました。まず第1に、精神的訴えが容認されない環境と書きました。これは例えば会社で非常に根性主義の会社で猛烈サラリーマン、しんどいとか辛いとか厳しいとかいう言葉をなかなか口にできません。あるいは戦場の兵士もそうかもしれません。あるいは非常に貧困な地域で、なんか辛いとかそういった言葉を出しにくい、そういう環境ではどうしても体の症状として自分の訴えをするしかない。つまり精神病と言いましょうか、精神的な辛さを訴えることは怠けやとか弱い人間だとかいうふうに思われてしまいがちな環境ではどうしても増えてくると。